どうも、ハイチーです。今週は一つ皆さんにお伝えしたいことがあって、この月曜日の動画投稿の枠をお借りしました。よかったらというか、今日の動画はぜひ最後までお時間いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。で、何かっていうと、おそらくこの動画が投稿されている時、私は日本にはいません。パキスタンに行っていると思います。何しに行ってるかっていうとね、 JICA さんっていうう団体皆ささんんご存知でしょうか,かさんにお声がけいただいて一緒に行かせてもらってますパキスタンに。で何でかっていうとパキスタンの子どもたちに映像教育っていう教育の機会を与えたいなっていうそのプロジェクトのために、まあ、現地視察じゃないんですけどもパキスタンの子どもたちそのどういった教育を受けててどういったことが課題でっていうのをいろんな方にお話を聞いたりとか交流をしに行くっていうのを10日ぐらい。 え行くことになりましたで、何が目標なのかっていうとねパキスタンって識字率って言って物の読み書きのできない子がものすごい多いです日本では考えられないような環境がえ子供たちの身の回りに起こっています例えばもう身近にそもそも学校がない学校行くためには山を一個越えて行かなきゃいけないとかうん、あとはもう親御さん保護者の方が もう勉強なんかしないで働いてきて,ってお金のためにって学びをそう機会を与えてもらえないみたいなそうそういったことが多々起こっているんですねでその地域の問題だとかね場所とかさだって40キロ離れたところに通うとかって実質難しいのでそういうのを 映像教育映像の授業とかを現地の先生が作ってでそれを機材だけもし送ったりとか、まあ、ネットがあればネットで、ね、配信することもできるのでそういったことができたら子どもたちの学びの機会が増えていくんじゃないかなっていうのをすごく私ずっと思ってたんですよそれを。で JICA さんにそれも結構いろいろお話しさせてもらう中で是非それをやってみましょうっていうチャレンジ、うん、として 今回現地視察というか現地の子供たちと交流させてもらったりとかちょっとこう偉い方たちとお話をさせてもらったりとか講演会させてもらったりとかそういったために10日間ぐらいからパキスタンに行ってきますあのー、自分はもともと日本の子供たちにその学びの機会をまあ平等というか子供たちが頑張りたいと思った時に自分の意思だけでその選ぶことができる学びの機会を与えたかったんですよ親のこう許可とか お金の問題ととかそういいったことを全部省いてで、まあ、まだ日本でもねかなったわけでもないしまだまだなんだけどでもやっぱりこの12年間やってきてある種ちょっと成果は感じててでそれを世界で、まあ、この仕事していくとさいろんな人とこう話を聞けるようになったから世界ではやっぱり頑頑張張りたくくててももれないいってものすごく多いそういった子たちに選択肢を与えられたら将来が変わる自分の今っていうこと生きてる今を変えることができる 機会ができるるんじゃなないいかなっていう分かっっててうそんな簡単なことじゃねえってね分かってるよ分かってるんだけどでも0%でも可能性があるんだったらこの人生に後悔残したくないんでだから子供たちのためにできることをと思って一旦パキスタンに行かせてもらっていますおそらく行ってみて現実を見ていろんなことを思うと思うしもしかしたら。 今自分の中で抱いているその1%の希望が0.1%とか0.01%に下がって難しいかもなっていう気持ちに苛まれてるかもしれないでもそれでもきっと俺は足を止めずに頑張れると思っているので、まあ、まあ39だからさ寿命的にちょっと間に合わないかもしれないけどでも自分が何かすることで世界の子どもたちにとっての何かのプラスになるんであればと思って。 このプロジェクトに参加させてもらいました現地で映像も撮らせてもらっていつかちょっとかなり先だと思うんだけども皆さんにもそこの映像を届けることができると思うのでぜひね頭の片隅にあ、イ、は、チ、い、そういうことやってんだなってなんか頑張ろうとしてんだなっていうのを思ってもらえたら幸いですはいというなんかそれを皆さんに伝えておきたくて今回ねお時間いただきましたまた来週はね普通の動画撮っていきますのでよかったらそちらもぜひ見てみてくださいでは みんな今週一緒も頑張ろうね。<laughs> パキスタンから応援してるって。じゃあまた来週お会いしましょう。まて、ね、バ,バイバイ